ました。で、彼らはですね、その、白人の労働組合が黒人を、その、労働組合に加入させない。それはなぜかというと、黒人は労働組合運動の敵だからというふうに言うわけです。でなぜ敵なのかというと、それは黒人は、その、ストライキ破りにすぐ雇われて、しやすい賃金でも勝手に働いちゃうから、その労働者の、その足をすくうようなことをするじゃないか。そういう労働者の、その敵は労働組合に加入させるわけではいけない。ということで、労働組合への加入を拒否しますから、そうするとその労働者、黒人の労働者は、その職がないと。で、仕方がないので安い賃金で働くことになるし、その、ストライキ破りにも、その、雇用されることになると。というように、その、ある、信念、あるいは期待に従って、白人の労働者が取った行動そのものがですね、黒人の労働者がある一定の仕方で行動せざるを得ないような、インセンティブないし、コンストレインを作るんだと。いうのが、その、ロバート・マーティンの最初の予言の自己実現の考え方なんですよね。要するに、その心理学者のバージョンと社会学者のバージョンで違うのは、心理学者のバージョンは基本的にシンボルの交換なんですね。で、このマートンの話はもう少し、その、現実の行動が伴っていると、行動が、秘訣を持った行動が伴っているという話なんだと思います。で、思ったより時間が進んでしまったので、少し急ぎますけれども、そういった、こういった二つの考え方を取った場合ですね、その、私がこれ20年ぐらい前にこう考え始めたんですけれども、その時は文化心理学の記者っていうのはほとんど、まあ、いなかったんですけど、その、文化心理学的な発想をすると、そうしたら心の癖なんであると。だから、その、環境とは独立にそういう癖が働くだろう。で、そういうもの風に働くのかどうかということを調べるためには、ソーシャルバキュームを作ればいいんじゃないかと。つまり、そういった現実のに自分の行動が、その、生み出す秘訣みたいなものがないような状態っていうのは、私はソーシャルバキュームって言うんですけれども、それカルチュラルにはバキュームではないと思います。だから、その、癖、心の癖があるんであれば、その、ソーシャルバキュームでも同じような行動が出てくるだろう。で、この発想は随分昔から、まあ、20何年、30年近く、そういうような発想をして、その、研究してきたんで、最初にやったのがですね、この、社会的ジレンマの実験というのを日本とアメリカでやりました。で、その、4人集団で社会的ジレンマの実験をすると。これはソーシャルバキュームですから、その、いわゆる日本人は集団主義的だって言われてた時の、その、集団主義が、その、社会の、モニタリングとサンクションのシステムの中にあるという考え、発想が私の背後にあって、そいつを取ってしまえば、その、日米差はなくなるだろうと思って、この実験したんですけど、その、実際にやってみると、アメリカ人の方が協力率が高い。これはここから私の信頼に関する研究が始まって、その、アメリカ人と日本人を比べてみると、アメリカ人の他者に対する信頼感が強い。だからこういうソーシャルバキュームでも、その、協力行動を取るんだっていう話になってたんですね。で、これをですね、その、ソーシャルバキュームじゃなくて、実験室の中に仕組みを導入する。つまり他人の行動に対してサンクションを与えるようなことを可能にすると、日本人の方が、その、サンクションによる協力率の上昇が、強く起こるという結果が出ました。こちらもう随分昔の話なんですけど、同じような
発想でやったのがですね、ペンチョイスの実験という実験です。これ最初に文化心理学者のキムとマーカスが、行った実験のレプリケーションです。彼は、実験すごくこれ、私は好きな実験でよく考えて、キュートな実験だなと思うんですけれども、彼らの実験グループは、サンフランシスコエアポート、国際空港に行ってですね、でそこで飛行機を待っているお客さんたちに、簡単な質問紙に答えてもらいます。で、そうしておいて、あ、どうも、ご協力ありがとうございました。どうぞ、お礼に一本ペンを差し上げますから、一本ペンをお取りくださいと言うんですけど、その時にですね、こういうふうに、外側の色が違う、2種類のペンを、こう差し出します。で、このペンが2対3、色の比率が2対3か1対4になるようにして、こうペンを出して、ここから1本のペンをお取りくださいと言って取ってもらいます。で、その時にですね、お客が、コケージアンであった時と、そのエイジアンであった時で、こんなに、その多数派、少数派のペンの選択が違ってくる。アメリカ人、まあ多分、そのヨーロッパ系アメリカ人の場合には、大多数が少数派のペン、このユニークなペンを取ります。で、それに対して、その、アジア系の、その、人たちはですね、この多数派のペンを取るというわけですね。で、彼らは、このことの説明に、その文化的自己観に基づく、その、ユニークさに対するプレファレンスと、多数派に対する同調行動、同調に対するプレファレンスが、日本、アジア人と西洋人で違うんだよ。そういう、その、癖の違いを、そのアジア人と西洋人は持っているのであるということの、まあ一つの証拠としてこの実験を使っていました。すいません。はい。それ、ちょっと、なんか単純すぎるような気がするんですけど。うん。そうです。だから、次をお聞きください。で、その、私もですね、その、キムが実は、私が、どういった時かな、スタンフォードで、ちょっと、社会学、フルブライトで、社会学にいた時に、毎週、その、社会心理学の、全部出てて、キムがこの研究の発表をしました。なんと単純なことを言ってるんだろうと思ってですね、私の頭にすぐ出てきたのは、その、すき焼きなんですよ。すき焼きの最後にしとくれるだろうと。で、その時、セミナーの後で、みんなで、その、中華料理を出席者で食べに行ったんですので、その時、いや、アメリカ人は最後の一切れどうするんだろうと、ずっと見てたら、やっぱりアメリカ人でも最後の一切れには出さないんです。だから、その文化差じゃないんですよ。で、だけど、基本的には同じ原理で、で、その、我々は、最初にやったのがビニエットスタディって、こういう状況であんたどうしますか